皆さんこんにちは、三新電機の小畑と申します。本日はライブユーソロを使ってライブ配信するという手順についてご説明させていただきたいと思います。ライブユーソロっていうのが何かっていうのはですね、他のスライドでもご案内させていただいてます。そちらでご覧になっていただいた方がいいかなと思います。で、今回はその実機を使うということなんですけれども、これがライブユーソロの実機です。今もういろいろつながってるんですけども、これ518gですね、本体。それに対して今ここにモデムが2つついています。このモデム何するかっていうと、いわゆる携帯の SIM を挿すためのモジュールなんですけれども、こちらは au、 こちらはドコモというふうに違うキャリアの SIM を2枚使っています。でここに、これは SDI のケーブルですけれども、こちらのですね、カメラからの映像がこのライブユーソロに入っているという状態です。で入ってきた映像がこの2本の、まあ、SIM にですね、パケットで分散されて、飛んでいくと、インターネットに飛んでいくという仕組みでございます。でこれ実際にじゃあどうやって操作するのかっていうと、今これ電源が入っている状態なんですけれども、この状態でポンと置いておきます。でこの画面ですね、今画面が映ってますけれども、この画面でほとんどの操作をすることができます。ライブユーソロのポータルページに入るとですね、このような画面が最初に出てきます。でこの画面でですね、何をするかというと、今ここにあるシリアル番号が出てるんですけど、シリアル番号でですね、そのユニットを制御することができます。で今ここにですね、 LRT っていうふうに書いてあるんですね。 LRT って何かというと、ライブユーのリライアブルトランスポートというものの略なんですけれども、先ほどお話しした au とドコモの2つに分かれたものをですね、映像信号を一本にまとめるという作業を実はここで行っているわけです。でこれはクラウド上のサーバーを使ってやってるんですけれども、まあこれ一番近いシンガポールにあるライブユーのボンディングサーバーでですね、その作業をやるような制御になっています。そしてここデスティネーションですね。ライブユーというのは、ライブユーソロというのは、入ってきた映像を YouTube や Facebook、 あるいは、まあ日本だと LINE だとか Fresh だとか、ショールームだとか、そういったところに送ることができるんですけれども、そのための設定をするのがこのデスティネーションです。で、ここをクリックしてですね、デスティネーションの設定のページに行きたいと思います。で、このページに来るとですね、デスティネーションページに来ると Facebook、YouTube ですね、それから Twitter、Periscope から、ワウザですとか赤米ですとか、かなり多くのいろんなサイトがですね、ここに登録されています。でもしここに登録がない場合は、この RTMP というのがございますので、これを使っていただければ、大抵のサイトにはストリーミングでライブ配信することができるという仕組みになっています。今日はですね、 YouTube で配信してみたいと思います。手っ取り早くやるので、ストリームナウ、今すぐ配信というタイプですけども、これでやってみたいと思います。で、これはすでにですね、今パンダスタジオさんの中村さんのアカウントに紐づいてるんですけれども、ちょっとタイトルをですね、ちょっと会社名にしましょうか。パンダストゥディオ .tv と。で、まあブロードキャストのタイトルを決めて、あとはこれパブリックになるとですね、全ての人に配信されてしまうので、今回はテストですから、プライベートモードにしておくと。まあ、YouTube の場合は、プライベートモードと、アンリスティッドモードとパブリックモード、3つあります。プライベートモードはそのアカウントを持っている本人にしか映像が配信されない。アンリスティッドというのは検索には引っかからないで、URL 知ってる人しか見られないモードで、パブリックは公開という3つのモードがあります。で、ストリームの URL とかキーですね、これはライブユーが今も YouTube のアカウントと紐づいていますので、自動的に生成されるようになっています。でもう少し細かくストリーミングのですね、画質の設定等をしたい方は、こちらにですね、レゾリューションの設定、
これはもう最大 1080p60p までできるんですけれども、こちらで設定する、あるいはビットレートもですね、これはここに出てますけれども、最大6000Mbps までですね、Kbps か、6Mbps まで配信することができます。ちょっと今日はあまり入れないで切っておきますけれども、あとはフレームレートですね。フレームレートも最大でですね 60p までいけるというのもここで設定することができる。で、これを入れたらですね、あとはもうサブミットボタンを入れて押してあげるだけです。そうするとこの辺にですね、しばらくするとこうですね、ソロユニットコンフィギュアードサクセスフリーと、つまり今の設定がこちらのユニットに対してなされたということになります。今ここまで来たら、あとは Go Live というボタンを押してあげればすぐにライブが始まります。じゃあ Go Live を押してみます。で、これもですね、まずはユニットに対してライブ配信をするという命令を出してるんですね。ストリーミングスターティドサクセスフリーと、ストリーミングはきちんと配信されましたよということを言ってます。で、ここのカメラのですね、信号というのが、だんだんこのまま YouTube に今配信され始めてるんですけれども、これを見ていただくためにはこちらのイベント、これはYouTube の中でクリエイターツールというのがあります。このクリエイターツールというページがこのページなんですけれども、ここでライブストリーミングというのが左側のコラムにあって、ここの今すぐ配信というところを開けていただくとですね、今配信している内容というのがこれですよということで見えます。これ今実際にですね、ここにつながっているカメラで映しているパンダスタジオさんのスタジオの中の風景でございますけれども、YouTube の場合ですね、だいたい配信を開始、配信している時間から30秒ぐらい、ずれて、遅れてですね配信されますので、30秒前の映像がここでライブで映っているというふうに見ていただければと思います。で、ここで、出力ですね、これ今720で、入ってきているのかな、入ってきている信号が最大になりますので 720p で来ているというようなことですね。今これカメラを動かしたのがやっと反映されます。やっぱり30秒ぐらい時間がずれてますね。で、ここでですね、今度はカメラをというか配信をストップする場合ですね、先ほどスタートボタンを押したところが Go Live と書いてあったんですけれども、今はストップのボタンになってます。で、これを押してあげるとですね、フィニッシュライブビデオ、ライブ配信を終了していいですかと聞いてきますので、これを OK を押してあげると、そうするとまたストリーミングストップとサクセスフリーというふうに出てきます。で、しばらくするとこれがまた Go Live に変わるんですね。これでもう配信完了しましたよ。非常に簡単に作業ができると。このポータルサイトで今作業したのがほとんどだったんですね。先ほどご説明したですね、ライブユーソロの本体の説明なんですけれども、本体に触ったのは先ほど電源を入れたところだけです。で、それ以外の作業は全部このポータルサイトでできますので、場合によってはですね、例えば2人体制でですね配信をする、このパソコンをいじる方と、もう1人撮影をする方というふうに分けた場合にですね、撮影する方は電源さえ入れていただければ、あとは何の作業もせずにカメラの撮影に没頭できるということが言えます。そういう意味では非常にですね、カメラマンの方に負担をかけない、撮影する方に負担をかけないシステムだということが言えると思います。非常に簡単な操作ですので、あまり細かい説明をするところがなくて、ちょっと物足りないというふうに思われたかもしれませんけれども、そのくらい簡単にライブユーソロで配信ができるというお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。